はい、東川です。これから NHK 代表電話の方に電話をかけてみたいと思います。もしもし、もしもし、はい、今回電話させてもらいましたのは、今これだけコロナ、新型コロナウイルス関係蔓延している中で、いわゆる個別訪問ね、未だ繰り返してるっていうことで、まき散らす気かっていうことでちょっと電話させてもらったんですけど、これやめるべきじゃないのかってことで電話させてもらいました。はい、個別訪問っていうのは受診料の、そうです、受診料の個別訪問でしょうか。そうです、かしこまりました。はい、それでは担当ご案内いたします。恐れ入ります、お住まいの地域はどちらでしょうか。北海道在住ですけど。申し訳ございません、北海道のどちらでしょうか。あの、私登別市在住なんですけども。はい、で、はい、あなた方にね、ちょっと意見で電話させてもらう、 N 国党の私は、そういった支持者なんですけども、そういった活動をしてるからちょっと電話させてもらっております。はい、意見なんですけども、はい、受信契約の営業につきましては、登別市の担当 南営業センターを、札幌放送局北海道南営業センターの番号をご案内いたしますので。転送できないんですか。申し訳ございません、北海道南営業センターへはおつなぎいたしかねますので、おかけ直しをお願いいたします。あれ、以前は別な放送局だったら転送してもらったと聞いてますけど、 上野とかそういった新宿とかは東京在住の人は転送してもらってましたけども、できないんですか。はい、東京都の営業センターはこちらからおつなぎしておりますが、北海道の営業センターに関しましてはおかけ直しをお願いしております。できないんですか。はい、申し訳ございません。なぜですか。申し訳ございません、こちらでは理由のご案内はしておりませんので。いや、じゃあ転送してもらいたいんですけども。それではこちらの営業局の担当におつなぎいたします。はい、はい、お願いします。はい、北海道登別市の恐れ入ります、お名前をお願いいたします。あの、私東川と申しますが。はい、かしこまりました、少しお待ちくださいませ。はい、お待たせいたしました。はい、それでは担当におつなぎいたします、どうぞ。はい、あ、もしもし。もしもし。あ、お電話からしていただきました。はい、で、今日お電話させていただきましたのは、 N 国党を私、はい、支持している立場なんですけれども、今これだけね、はい、新型コロナウイルスが蔓延してるっていう中で、個別訪問をするっていうことはどうなのかっていうことで電話させてもらいました。やめるべきじゃないですか。ちょっとこれだけ、まあ、運送屋さんでさえね、今自粛というようなことが起こりつつあると聞いておりますんで、例えば、うん、ポストに投函するようなところはまあいいとして、対面で会うようなところをどんどん規制していって、はいはい、外国においてはもう、そういったことになってきていますので、日本を代表っていうか世界を代表する公共放送として、個別訪問するってことは、ちょっとどうなんだろうかっていうところで、僕は N 国党を支持している立場としましては、やめるべきだと思いますよ、これ。ありがとうございます。ご意見賜りました。いや、特にね、どういった会社とは言いませんけども、 N リンクスみたいな上場会社を含めてね、自粛するべきですよ。コンサートが中止になったとかって NHK さんのね、報道でもやってる通り、こういう各種興行、はい、イベント中止になってますよね。興行関係、コンサート含めて、だったらこれ自粛するべきじゃないですか。まあ、そうかもしれません。で、それはご意見賜りました。いや、これ撒き散らしたらどうするんですか。いや、N リンクスみたいな上場会社、マスクつけて回ってますってやってますけども、ただね、うん、それ以外の上場してない、ホームページもないような、いわゆる、下請け会社っていうんですかね、そういったところは、何もホームページも何も書いてないですよ。その指針も何もないし、だからこのことについて何も指針も何も NHK さんとして何も出してないってことで、放送法64条を遂行するにしても、金を撒き散らして歩くのかっていうことだと思うんですよ。テレワークしろって形で、ね、在宅ワークしろっていうことで NHK さんの方も報道してますよね。だとしたらこれ、在宅でね、やるのが当然ですけども、金撒き散らしていいのかってことですよ。
だから結局のところ個別訪問っていうのはね、菌をまき散らすっていうことになりかねませんよ。はい、郵便局だったらポストに入れて終わりかもしれないですけどね。はい、はい、もう菌まき散らしてまでやる必要性があるんですかと。特にこのことについて N 国党の浜田聡参議院議員なんか医者ですから、マスクのことについて彼質問収集まで出して熱心にやってる方ですよ。その方がこの問題で個別訪問員が菌をまき散らすみたいなことを個別質問収集でも出されたらどうするんですか。本当に受けどう弁解できないですよね。弁解できないんであればやめる方が。だとしたら今すぐやめた。北海道においてはもう小学校中学校休校ですよ。北海道お住まいなんでしたよね。はい、だからこそ、ね、うん、大変なことになってるようでして、本当、まあ、だからこそね、個別訪問はやめた方がいいと思います。本当に。いや、そうですよね。いや、ご意見たまりました、ありがとうございます。金でも撒き散らしましたって、これ銀行が撒き散らしてたりとか してますからね。本当に大手の三菱 UFJ なんかがそういうふうに行員が感染しましたとか、ありました、ね、JR の駅員が感染しましたとかって、ありました、だとしたらこれ個別訪問してて撒き散らす可能性って十二分に考えられますよ。本当に十分だったら今すぐやめた方がいいですよ。本当に、ありがとうございます。本当撒き散らしてね、世界に失態をねやると思いますよ。本当にこれ BBC がね、こういうことをやってんの知ってますけども、これがもし万が一 NHK がやりましたったら、これ世界中に、NHK のこの個別訪問してる訪問員が金を撒き散らしましたったら、これ世界の大ニュースですよ、本当に。そこまで危機管理考えないと、と思いますよ、本当に。特に浜田聡参議院議員は医者ですからね、これ。医者でそういったところで、この問題特に取り組んでます。新型コロナウイルス関係と、あなた方 NHK さんのこの受信料問題について、スクランブルか、今すぐスクランブルかけろとは言いませんけど、個別訪問はまず今やるべきことじゃないでしょうということでね。特にこのことで本当金負け散らすのかっていうところで国会で聞きますよ、浜田議員のことだったら。本当に、はい、本当冗談抜きですからね。本当にそこまで想定しなきゃ。はい、よろしくお願いします。足りなかったかもしれませんが、ありがとうございます、ご指摘いただき。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ありがとうございます。ということで NHK に対してね、今回電話させてもらった内容っていうのが、個別訪問しますよね、いわゆる受信料収納業務にあたって、この際に金負け散らす可能性あるんですよ。それでいいんですかね。これもし万が一 NHK の受信料集金人がね、金撒き散らしたってことになってくると、そりゃ世界に大失態をね、もう大失態ってことで言っても過言じゃないですよ。もう NHK がやりましたったらもうどうなるんでしょう、本当に。だからやめましょうってことで言ってるんですよ。今の今はね、やめるべきだっていうことは僕は今言ってますからね。今の今やめろですよ、集金に。新型コロナウイルス撒き散らしていいわけないですよね。そういう社会的問題提起っていうことで、今回 NHK に電話させてもらいました。